はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。生涯ナチュラルビルダー、そして MDC バーベルクラブ代表を務めております健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ボディービルのお話ではなくて、タトゥー入れ墨関係のお話でございますね。動画の概要欄にですね、ナチュラルボディービル研究所ね、トレーニング関係のホームページと、タトゥーライフっていうね、入れ墨関係のホームページで、あとはちょっともうほとんど自己満足なんですけども、セミリタイヤボロ屋暮らしっつってね、30歳ぐらいでセミリタイヤしたね、ポンコツ社会不適合者のライフスタイルがちょっと垣間見えるホームページね、概要欄の上の方に、3つ載っけてますので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。で、今日入れ墨のお話なんですけども、はい、タイトル的にはですね、まあこのタトゥーだけはちょっと噛んじゃった、このタトゥーだけは絶対に入れるなとかですね、もしくはもっと踏み込んで、名前のタトゥーだけは絶対に入れるなとか、はい、そんな風なタイトルになってると思います。はい。で、どういうお話かと言いますと、ね、どうしようかな。そうだ、タイトルない、名前のタトゥーは入れるなっていうタイトルにしましょうか。はい。で、別にこれ、僕の意見じゃなくてですね、はい。結構、ネットでもそうですし、普通に、現実世界でもそうなんですけども、いや、名前のタトゥーだけはね、入れない方がいいよ。恋人とかね、はい。恋人かな、恋人とか、あとは子供、家族の名前ですね。はい、特にその恋人の名前とかマジでやめた方がいいよとかね、よく聞くじゃないですか。はい、これね、僕個人的に思うんですけど、やっぱ名前のタトゥーって、その確かに後悔する確率はね、高いかもしれないんですよ。はい、やっぱりそのね、恋人の名前のタトゥーを彫ろうっていう風にテンションの時って、やっぱりそのね、相手との関係がすごく良好な時だと思うんですよ。はい。ね、関係が悪化してる時にそういうタトゥー彫ろうなんて思わないでしょうしね。はい。だから良好な時によし彫ろうっていうね、そのテンションで彫って、次の日別れちゃったとかね、次の日浮気されて別れちゃったとか、何があるかわからないですから。男女の中はもう水物なんでね、さっぱりもう本当先が読めない、一寸先は闇ですから、そうなった時にね、うわ掘っちゃったよ、うわもう思い出した、浮気した女の面が浮かんでくるよって、なると、やっぱりちょっと後悔しやすいですから、はい、こういった意味ではちょっとね、名前のタトゥーってちょっと後悔する確率は高いのかもしれないんだけども、だけどね、ちょっと僕個人的に思うのは、多分ね、もう入れちゃいけないタトゥーなんてね、多分ないんですよ。はい。どういうことかというと、多分その後悔するかもしれない、こういうタトゥー入れとか、柄入れたら後悔するかもしれないなんて言ってたら、もうね、何にも入れられないんじゃないかなっていうふうに思ってて、はい。というのも、これ名前はね、確かにちょっと確率的には、もしかしたら高い部類に入るのかもわかんないんだけども、何のね、タトゥー入れてもね、後悔する確率ってゼロじゃないんですよ。はい。例えば本当に王道なね、竜とか、はい、スカルとかね、男の子が誰が見てもわかっけえなって思う絵柄あるじゃないですか。はい。ね、それだったら後悔しないだろうって思うかもしれないですけども、もしかしたらね、街を歩いてて、はい、ボッコボコにされて急に、はい、わかんないから何があるか。街歩いてたら急にボッコンボッコンにされて、そのボッコンボッコンにしてきた相手がね、腕に竜のタトゥーが入ってたとしましょう。はい、ムカつきません？自分の竜のタトゥー見て思い出しません？はい、うわー、くっそーっつって、ザクザクザク。ね、ナミさんじゃないけども、はい、ね、そういう場合もありますから。見るたびにあいつボッコンボッコンにしてきたやつの顔が頭に浮かんじまうみたいな。ね、こういう後悔の仕方もあるかもしれないし、それこそすげえ片思いしてた女の子がね、うわ、彼氏できたらしいよ、みたいな。マジかよ。俺10年片思いしてたんだけど、みたいなね。どんな彼氏だよって見て、はい。で、トライバルのタトゥーだとしましょう。はい。トライバルのタトゥーだったらね、後悔しなさそうじゃないですか。王道ですし、かっこいいですしね。
ああ、だけどその10年片思いしてた女の子に彼氏ができました。どんなやつだよって見たらめっちゃトライバルのタトゥーが入ってたとしたら、ね、うわー、自分のタトゥーのね、トライバルのタトゥー見るたびに、なんかね、自分が片思いだったあの子を取ってっちゃった、男の顔が頭に浮かびませんかっていう。はい。ね、僕結構多分メンヘラなんで浮かぶと思うんですよ。うん。こんだけ入れ墨だらけだけど、うわぁ、めっちゃムカつくやつが俺と同じタトゥー入れてるってなったら、なんか見るたびに思い出しちゃうかもしれないし、はい。やっぱそういう後悔っていうか、うわぁ、なんでこの絵柄にしたんだよっていうのも、なきにしもあらずじゃないですか。人間、わかんないから。はい。だからもう、変な話ね。この絵柄入れたら後悔するかもしれないとかね、ああだの、こうだのって言ってたらね、なんも入れられんじゃねえかなっていうふうに思って、はい。で、まあ、なんでこんな話急にするのかっていうと、結構ね、僕タトゥー関係の質問を受けること、まあ、質問とか相談を受けることが多くて、はい。まあ、今はもうね、ほとんど YouTube 活動休止してるんですけども、まあ、さっき言ったタトゥーライフっていうホームページは持ってるんですけど、あと Twitter のアカウントが結構ね、タトゥーアカウントを真面目に運営はしてるんだけども、まあ、YouTube 自体はもうそういうタトゥー系の活動は終了してて、だけど昔結構そういう活動をしてたんですよね。それの名残で結構そういう相談をまあ受けるんですよ。DM、Twitter だったりとか、Instagram だったりとか、はい。まあ YouTube のコメント欄だったりとか、はい。で、なんかどうですかね、賢者店長、こういうタトゥーとかどうですかねみたいな。後悔するっすかねみたいな。どう思いますかねみたいな質問結構受けるんですけど、もうね、それ言ったらね、多分何も入れらんねえんじゃねえかなっていうふうにね、思います。はい。最初に言ったけど、後悔する確率が高いか低いかの問題で、何入れても後悔する確率は本当ゼロじゃないんでね。はい。だからもう、これ入れたら後悔しますかねとか、もう言ってる時点で、多分あんまりね、入れ墨向きの人じゃないんですよ。はい。そんなこといちいち気にしたらね、何にもいらないですよ。俺なんかどうすんのっていう。はい。大丈夫ですよ。最悪の最悪ね、カバーアップとかありますから、ね、全然違う絵柄に、できる技術とかもあるしね。最悪の最悪の塗りつぶしちゃえばいいんだから。もうね、なんかうだうだ迷ってないで、自分が入れたいなって思ったやつ直感で入れちゃっていいと思いますよ。うん。あんまりちょっと悩みすぎてもね、これ日本人の悪い癖なんじゃないかなって思うんですけど、はい。すごいなんかタトゥー入れ墨に、まあ、いろんな、ね、意味を込めたがったりとか、すごい意味を持ちたがったりするんですけど、まあ、インクですから、言うて。で、まあいいんですよ。自分の中でね、こういうすごい意味がありますとか、全然いいんですけども、あんまりこだわりすぎてね、決めかねて結局入れずに終わってしまうっていう、これだけはつまんないじゃないですか。はい。なので、ちょっと、優柔不断でね、どうしても決めらんないよっていう人がいたら、もう直感に任してね、入れちゃっていいんじゃないかなっていうふうに、思います。うん。それこそ名前のタトゥーとかも別にいいんじゃない？だって最悪消しゃいいんだから。はい。今、レーザーもあるしね。最初に言ったけど、最初ではさっきか。カバーアップもあるし、はい。まあ、名前のレターのタトゥーぐらいだったらいくらでもカバーアップできるんで、はい。そんなにまあ気にしなくてもいいんじゃないかなって。嫌だったら消しゃいいんだから。もう僕もね、高校生の時やりましたよ。はい。名前の。その時付き合ってた女の子の。はい。で、結局別れて、彫刻刀で削り取りましたからね。はい。まあ、そうやって消せばいい話なんだから、ね、そんなにもう悩んでもね、しょうがないかなっていうふうに思います。うん。結構ね、相談多いんですよ。はい。まあ、あと多いのはちょっと値段の相談ですね。これからのタトゥー入れたいんですけど、値段どれぐらいですかねみたいな。僕、彫師じゃないんで、僕に聞かれてもって感じなんだけども。そう。値段をね、ちょっとあんまり気にしすぎるのはね、ちょっと良くないかなっていうふうに、ちょっと個人的には思いますね。うん。まあ、タトゥーは決して安いものではないので、やっぱある程度のお金を貯めてから入れよう。ゆとりがあって、状態で入れようっていう風になった方がいいかなっていう。それをしないとちょっと堀さんにも迷惑かかるんで、はい。入れたいですって、いついつじゃあカウンセリングとか、いついつ予約っつって、バックれる人めっちゃ多いんですよ、結構。はい。ね、お金がなくなったとか、そんなの知らんからっていう、大人でしょっていうね。タトゥー掘れる年齢なんだから、ある程度もう分別つく年齢じゃないですか。そう。バックれはね、ちょっとね、もう本当にね、僕はちょっとどうなのかなって思うんで、ある程度ゆとりを持ってね。なんかどうしてものっぴきならない予定が入ったとか、将来だってしょうがないけども、金がねえとかでバックれるのはね、もう本当にこれ論外っすよ。マジで。うん。はい。ね、そういう相談も受けたりしますけど、もう、はい。
なんか安くしてくれる彫り師紹介してくださいとかも結構受けない。それはね、ちょっと僕は紹介できないですね。まあ、とりあえずね、後悔するかもしれないとかしないだろうっていうのはね、まだちょっと、なんかそんなに、そこまで考え込むことじゃねえんじゃない。まあ、ファーストタトゥーとかちょっとね、ナーバスになるのはわかるんですけど、僕なんかファーストタトゥー、ジャッカスですからね。ファーストタトゥー、間抜けとかバカって意味の、ね、レター入れたんですよ。わけわかんないけど、今考えてみると。そんなもんですわ。別にそんなになんかインクが入ったからって、皮膚にね、インクが入ってるだけなんで、別にそれで強くなるとか、なんかね、すごい意味を持って、だから、なんかすごい神妙な気持ちなのか、なかなかね、ないですよ。まあ、インクですから、言うて。だから、僕はもっとね、まあ、なんか、勢いでっていうか、直感で入れるのも全然ありなんじゃないかなっていうふうにね、まあ、僕はですけど、個人的に思います。全然意味を持って入れるっていう人もね、すごいいっぱいいていいと思うんですけど、勢い大事ですよ。ね。案外なんか決めかねて、どうしようかな、これもいいしな、これもいいしな、いや、これを入れたらどうとかなってやったとね、実際噛んじゃったけど、実際ね、入れずに終わる人、本当にいっぱいいるんですよ。ね。だからね、勢いでぜひタトゥースタジオ行っちゃってください。ただ、予約したけど、急にバックレってのは、本当これはやめてあげてください。マジで迷惑してると思いますよ。本当に。もう、それは本当にやめた方がいいと思います。マジクズですから、バックレは。バックレは本当にやめた方がいい。もしどうしても予定入っちゃったら、ちゃんと連絡してあげて。ね。ね、最近やっぱ SNS とかから結構、堀内さんとこ予約する人多分多いと思うんですよ。ね、堀さんみんな SNS やってますから、インスタとか DM とかね。だから SNS だからね、まあ、匿名だから、まあ、別にバックレてもいいかみたいな、もうそういう中学生みたいな考えはね、ほんとやめた方がいいですよ。そういうやつはマジでね、入れ墨なんかね、入れない方がマジでいい。本当に。多いんじゃないかな。特に Twitter なんか多いと思いますよ、本当。ね、DM、僕に DM 送ってくるやつもほとんど変なやつしかいないからね。特にタトゥーアカウント。ね、とりあえず、ちゃんと予約したんだったら、ちゃんと約束は守ろうっていう、終わりです。ね、だからね、正直、このタトゥーだけは絶対入れるなみたいなのはね、あんまないです。だけど、まあ、名前は後悔する可能性は、まあ、高いな。ね、わかんないよね。子供の名前入れたけど、子供育ってみたらめちゃくちゃ悪いね。めちゃくちゃ仲悪くなるかもしれないしね。わかんないけど、わかんないですよね、人生。ではでは、ケンタ店長さん、さよなら。適当だな。